走り出したと思ったらすぐにゴール。大分市で開かれたのは世界一短い徒競走選手権です。その距離なんと10メートル。参加者はスタートダッシュに全てをかけ思い切り走り抜けていきます。準備は万端でございます。私も挑戦していきたいと思います。やるからにはですね、上を目指して一生懸命に頑張りたいと思います。思ったよりあっという間に終わりました。全然走れなかったけど楽しかったです。下は6歳から最高齢は85歳まで49人がエントリーしました。まあまああれぐらいで上等、うん、もうよくは言わない、幸せです。こうして運動されるのがね、短い中でも全力で走るのが楽しかったです。来年こそは、練習を積み重ねて頂点です。それを目指して頑張ります。今年の最速タイムは小学6年生の男の子が記録した1秒91だったそうです。2013年に別府市で始まったこの大会、当初は10回目となった去年を最後としていましたが、続けてほしいという声が多く上がったため、今年度も開催することにしたということです。